赤い渡りる反転反転とは、羽織に似ているが、脇に、マチがない、竹の短い上着。胸紐をつけず、襟を折り返さないできるもの。反転、反転、反転とも書く。江戸時代、特に18世紀頃から、庶民の間で着用されるようになった。主に職人や店員など都市部の肉体労働者の作業着として戦後まで広く使用され、労働者階級を示す。 反転着という語もあった。種類については、袖の形によるドテラ版店、角袖番店、筒袖番店、デザインの面では、縄文や屋号などを染め付けた陰番店などがある。陰番店は雇い人に支給されたり、出入りの職人などに修儀に与えられることも多く、職人階級では清掃として通用し、俗に窮屈羽織とも呼ばれた。さらに防寒着の 綿入れ板点があるが、同じ板点といっても、イン板点とは全く違う用途と発祥文化がある。よく知られている綿入れ板点は、合わせにしてその間に綿を入れたもので、襟は黒ジュスをかけたものが一般的である。主に室内用の防寒着として用いられ、男性、女性に限らず着用される。発痺と板点の違いは、服装の歴史から見てもあまりはっきりしない。 江戸時代、八飛は民間のものとして発達してきたものではなく、武家社会で生まれ伝えられてきたもので、それが明治時代になっても、会員などの生活の中に受け継がれてきた。反転は逆に、庶民、町民、職人を中心に日常生活で着用された。江戸時代に一般庶民は羽織禁指令が出たため、襟を返す羽織の代わりに八飛が形を変え、 その末端で反転との混同が始まったようである。羽織と発皮では襟と袖が異なる。襟を折り返すのが羽織で返さないのが発皮。羽織の袖は玉と袖となり、発皮は筒袖と違いがはっきりしている。ありがとうございます。